みなさんこんにちは。ソリエキーゼへようこそ。今回の動画では5つのおすすめコンタクトソフトウェア音源を紹介いたします。ビートを作っていて音源を探しに時間がかかっている方はぜひこの動画を参考にしてみてください。本日の動画はどうでしたか？他におすすめソフトウェア音源があれば、ぜひコメント欄にいてシェアしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。